どうもガルフプロの三谷です。いつもありがとうございます。今回は6番アイアンの打ち方、6番アイアンですね。これをグリーンに乗せる、こういうショットはですね、なかなか苦手な人はやっぱり多いんですね。これを皆さんに解説していきたいと思います。ぜひこの動画最後まで見ていただいて、アイアンの可能性を見出していただきたい。いろんな、ウッドクラブ、ね、ユーティリティクラブありますですが、やはり狙ったところにズバッと打つのはやはりアイアンかなと思います。ぜひね、このショットを身につけてグリーンに乗せてパッバーディー取れるように頑張りましょう。では早速いきたいと思います。ボールを遠くへ飛ばすというのはやはりウッドとかユーティリティなんですが、6番アイアンぐらいになると結構距離が出せます。ですがボールがあまり上がりません。例えば低く飛んでしまって、これではキャリーが出せないね、グリーンに乗せることはできない、こんなショットが出てしまうと思います。そこでボールをしっかりと遠くへ飛ばす、遠くへ飛ばすにはヘッドスピードが非常に重要です。ですから腕のローテーション、このローテーションをしっかり使うんです。6番アイアンはローテーションでフェースをボールに当てるんです。この一つのポイントをしっかり押さえてやっていくと、必ずグリーンにボールが乗るようになりますので、ぜひやってみてください。イメージは打ち込むというよりも面を当てる、フェースを当てるっていう、そういう感覚です。ですから腕のローテーションが必要不可欠、なので構えてクラブフェースをバチッと当てる。そうするとスピンがかかります。スピンはバックスピンがギュッとかかるんですが、いやスピンなんてかかんないよって思ってる方も結構多いんですが、スピンちゃんとかかってますよ。自分ではボールの落ちた場所って意外と見えないんですが、ちゃんとスピンってかかるんですね。ただしそのインパクトですね、ボールを捉える瞬間で下からすくい上げてしまうと、これはスピンは適正にはかからないんですね。ですから腕のローテーションを使ってクラブフェースの面をボールに当てる、この感覚を少しイメージして振ってみてください。そうするとボールは面を当てるって一見あまりボールが上がらない感じになっちゃうんですね。ロフトがあるとズバッと行きますが、フェース面を当てるとボールが低くこう飛んでしまうような、そういう感覚に意外となってしまうんですね。ですが、最後までぐっと腕がローテーションしていくと、最後のこのフィニッシュでスパーンとね、大きく伸びやかにこう振り抜くような感じになるとボールね、上がるんですよ。ですから、恐れず、ね、クラブフェースの、このフェース面、リーディングエッジからもちろんボールに向かいます。ですが、フェース面をしっかりボールに当てるような、そんなイメージを持てば必ずボールは上がります。そしてキャリーが出て距離が出るようになりますので、でこの動きを習得するためには、この前腕のこの部分、ここの回転、ローテーション、これが何より大事ですね。このドリルをもう とにかくやってください。家であれば、こういう感じで、本とかを挟んでやっていただくと、非常に効果的です。これをやっていただければ、腕の動きが非常にスムーズになりますので、6番アイアンも、しっかりボールが上がるような、グリーンを捉えられる、そういうショットになります。パッ、ね、場合によってはバーディー、もしかしてボギーでしのぐ、そういうこともあると思いますが、必ずこれをスコアアップにつなげていけると思います。ぜひやってみてください。最後ね、チャンネル登録そして高評価もね、ぜひよろしくお願いします。皆さんの頑張りをとにかく応援していくね、そんなつもりでやってますから頑張っていってほしいです。ぜひ、ね、応援もよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。